クリス・ジェリコによる、エン切り。ギリ。切りは、プロレス技の一種、蹴り技に分類される。エン切り、ギリ、蹴りとも表記される。日本国外では、ラウンドハウスキック、またはそのまま、エン切りと呼ばれている。アントニオ・イノキが考案。立っている対戦相手の横や斜め後ろに立ち、その場でジャンプして、相手の後頭部めがけて、自らの片足を伸ばしながら回して、キックを繰り出す。 選手によって挙動に差があるが、猪木はジャンプの頂点で蹴りを繰り出す。技名は相手の後頭部を蹴る動きが後頭部にある円髄を切り裂くように見えることが由来。もともとはモハメドアリとの試合で用いる予定で考案され、公開スパーリングでこの技を目の当たりにしたアリ陣営がルール変更を強要したという逸話がある。そのためアリとの対戦では使用を禁じられたが、 その後、プロレスの試合や、異種格闘技戦で頻繁に用いていた。そのため、エンズイギリは、チョキの代名詞の一つとなっており、かつては、チョキが政治活動をしていた際には、消費税にエンズイギリとキャッチフレーズにも用いられていた。日本国外でも多く用いられる技であり、エンズイギリと日本語の呼称が、そのまま用いられている。日本でチョキと対戦した、バッドニュースブラウンは、 ゲットーブラスターの名称で使用していた。ありがとうございます。